チャンネルへようこそ。最新ニュース、大阪府ニュース。このチャンネルでは、日本で起きた様々な出来事、ニュース、動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押して、ください。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。圧巻の15奪三振。大谷翔平からも3三振を奪ったコールのピッチングはこちら。相手エースは初回からエンジン全開だった。1品種類で迎えた大谷を 98.4 マイル、158.3 キロの4シームで空振り三振に切って取ると、続くフィル・ゴセリンからも三振を奪取。これで勢いに乗ったコールは、その後も快調に飛ばし続けた。6回にデビッド・フレッチャーのタイムリーで1点を失った。だが、コールは大きくは乱れず、終わってみれば、7回116球を投げて、被安打4、15奪三振の熱投げだった。ちなみに、この試合でコールは今季5度目となる1試合12奪三振以上を達成。これはヤンキースの球団史上で最多となった。球界の名手といえるヤンキースの歴史に名を刻んだコール。最もバッテリーに全くの危機感がなかったわけではない。とりわけ目下、本塁打王争いのトップに君臨する、異彩、大谷へのマークは徹底していた。試合後、女房役を務めたカイル東岡は、地元放送局、SNY で、正直、試合前のブルペンではかなり調子が悪いと感じたと明かし、こう続けた。現地時間9月1日に行われたニューヨークヤンキース戦に、ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平は、2番 DH で先発出場。相手先発ゲリットコールを前に、4打数ノーヒット3三振と報じられ、チームも1対4で敗れた。ただ、これは彼が好投する予兆でもあるんだよね。特に翔平大谷は特別な選手だ。彼は間違いなく今の野球界で最もエキサイティングな選手さ。だから僕が思うにゲリットも自らを奮い立たせて最高のパフォーマンスを大谷に対して持ってきたね。さらに大谷や相手打線にとって今日のコールの投球は予測不可能だったはずだよと語った東岡。その言葉通り、エンジェルス打線は30歳の剛腕が見せた圧巻の完投劇に手も足も出なかった。完敗という表現しか出てこないほど完全にねじ伏せられた。ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平は現地時間9月1日、本拠地で行われたニューヨークヤンキース戦に2番 DH で先発出場するも4打数なし安打3三振に終わりチームも1対4で敗れている。この日の主役はヤンキース先発のゲリットコールだ。平均 98.1 マイル約158キロの4チーム切れ味抜群のスライダーを駆使し前日の会見で一番警戒していると語った大谷から3打席連続三振。7回で計15三振を奪い、空振り数32は自己最多をマークするなど、地元オレンジカウンティーで圧巻の投球を披露した。悲願の際、ヤング賞に向けて回答を続けている右腕だが、彼が常日頃からファンと公言しているのが、大谷翔平その人だ。今年4月4日、リアル二刀流で出場した大谷の投打を見たコールは、彼と同じくらいのボールを投げることはできるが、到底打つことなどできない。彼のように打てる選手も、大谷のように投げることはできないよね。僕はただ、応援席で彼のプレーを見ているだけだよとコメントし、自らがファンだと明かしていた。そんな球界を代表する本格派右腕に対し、大谷がブレイクする前の2019年にどんな印象を抱いているのかを陣ネタことがある。あの時、コールから出てきた言葉は、今にしてみればある種の予言だったようにすら感じられてくる。コールは開口一番魅力的な男だねと笑顔を見せ、
大谷の身のこなし方が好きなんだと語り始めた。そしてこう言い放ったのだ。日本人では、俺が見た中で最高の打者だよ。真面目な話、イチローを超える可能性だってあると思う。日本が誇る最高のベースボールプレイヤーであるイチロー。この時の大谷はメジャー2年目で、まだまだその差は大きなように思えた。しかし、コールの目には、大谷が殿堂入り間違いなしの天才に匹敵する才能があると映っていたようだ。そして、イチロー自身、同じ19年3月の引退会見にて、投手で20勝してサイ・ヤング賞。その翌年には50本打って本塁打王、MVP を取ってほしいね。それが想像ではなくてできる選手だからと、大谷への高い期待を口にしていた。こちらも、予言が的中するかのように、今季の大谷は50本塁打ペースでタイトルを獲得する勢いで、MVP も当確と言える状況になっている。大谷と一郎、打者としてのタイプは完全に正反対に近い二人。しかし、打者の総合的な打力を評価する OPS や OBA、WRC などで今季の大谷は全盛期の一郎を凌駕しているのも確か。コールの言うように、一郎を超えている面もある。あれだけ素晴らしい才能に恵まれているのだから、周りの期待とか関係なしに思い切りやってほしいね。コールが2年前、最後に口にしたこの言葉はおそらく、将来のライバルへのエールだったのだろう。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に留めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。